しながらあの配信をしてるんですけど、今日ちょっとすごいミシミシ言うなと思って、前からちょっとミシミシ言ってるんですけど、今日なんか特にミシミシ言ってる気がして、そうちょっとね焦ってますね。はいちゃんさん、ペンライト、サイリウム、ペンライトとサイリウムの違いって何なんだろうね。ありがとうございます。自己紹介したっけ待って忘れちゃった、やばい、本当にね毎回自己紹介したかどうかわかんないんだよね。んちょっと生姜がしたか、本当にやばい、マジで自己紹介したかどうかを毎回忘れる、ポーンって忘れちゃう。はい、ということで私は葉月さんのショールームを見て癒されてました。葉月さんはね、あの今私が出演させていただいてるミュージカルのジョン・マイ・ラブの共演者さんなんですけど、今日はねあんまりちょっと良くないことがあったんですよ。7号号では書いたんだけどね、電車に傘を忘れてきました。しかも割と最近買ったやつだったの。もう悲しいもう本当に悲しい、もううとうとしたと自分を恨むレベル。でもあんまネガティブにはならないように頑張ってる。いやめっちゃもう私そういうことがあるとめっちゃネガティブになるの。本当にもう自分のことがもうああってなっちゃうから、じゃ あんまりねすごい直接的に言葉にするとね、あの嫌になっちゃうから言わないんだけど、もうああみたいな感じになっちゃうのよ。そうなっちゃうんだけど、まあね、とりあえず私のできることをやって、であのまあちょっと明日あたりになんか忘れ物センターに電話してみようかなっていう感じです。はいちゃんさんファイトありがとうございます。ダブルハートもありがとう。そうしかもね、私2年ぐらいその長い傘をなんか何買おうか買えばいいか分かんないというか、ずっと買えなかったのをやっとこの前買ってっていうところで忘れてくるっていう。そうあの電車降りてホーム登ってあっ傘ないって気づいたの。そう傘ないって気づいて、で一応駅員さんとかに言って、あのあそうそう、あの手すりにかけてねそのままにしてきちゃったんですよ。そうだからあのそうほんとずっとすごい今日眠くてうとうとしちゃってたの。そう玉国さん、桜餅ありがとうございます。そうであの駅員さんに言ってなんか終点の駅のところに確認したけどなかったから、もしかしたらあの途中のどこかにで誰かが届いたのかもしれないから、ちょっと明日以降にならないと分かんないですねって言われて、だからちょっと明日ね電話してみたいと思います。はいちゃんさん、レインボースターゆうやさん、なん関東風の桜餅ありがとうございます。そう今日はねなんだかあんまり喉の調子が良くなかったんですよ、うん、いやね見つかってほしいです。本当に割と買ったばっかりだったからさ悲しい悲しくて悲しくて、そうでもそうあのどこに忘れたのかとかは割と覚えてるのよ。プロポリスキャンディはね舐めた。そうグリグリパンチさん、モモマありがとうございます。であと今日はずっとねもう いつも私が使ってるのど飴をねずっと探してやっと見つかりました。明日ベラボ朝早いよ助けてみんな明日朝早いのよ、起きれるかな。いやまあ早めに寝たらねそういけるとは思うんだけど、
そう明日早いのそう朝一でなんかちょっとやることあるからさ。そうなの、なんでそんな朝早いんってちょっと思っちゃったんだけど。そう、そうなんですよ、なんでそんなに朝早いん明日みたいな、えって思っちゃってちょっと泣きそう。いや泣きはせんけどね、全く。まあ頑張るよ早起き。でもよくよく考えたらいつもジョンメラブのあそこで早起きしてるわ。じゃあそんななんか言うことないなそう、そう明日そののんのんのね公演の、まあ、前にいろいろちょっとあるんですよ。そうだからな、それがあってめっちゃ朝早いんですよ。それがめっちゃ嘘だけど、でもどっちにしろこ私が朝起きるのが早い、早くなるみたいな、っていう感じなんですけど。ゆうやさんダブルハート、すずさんレインボースター、ありがとうございます。まあね、そんな傘を忘れてきたとかいろいろあるんですけど、私は葉月さんのショールームを見て癒されてました。あと今日はなんか朝からいろいろ予想外なことがあってすごいバタバタしちゃったんですよね。だからもうすごい、まあ朝から疲れたなみたいな感じだった。そうなんですよ、っていうか今日寒かったマジで、もうマフラーも手袋もないからちょっと辛いちょっと辛いでござるちょっと辛いでござる。飯田博之さんレインボースターありがとうございます。あでも今週の金曜日からジョンマイラブか、なんか実感湧かないななんか実感湧かないや。そういえばなんかグッズのね、こんなグッズ欲しいって話してるんですけど、私はやっぱねお見合いの時のてっちゃんの髪飾り欲しいんだよね。あれを前髪ピンにしたりとか、あの私がよく使ってる、ちょっとこれ汚いんですけど汚れてるんですけどね、ちょっとこういうのとかにして、あの前髪のピンは私よく使う、毎日使ってるからさ、もうずっとね、もうずっとこれで止めてんの。そう前髪結構長くなったからさ、っていう風にしてるよ。それが欲しいんだよね。まあでもね、その前髪ピンってさ、まあこうやってつけるだけじゃなくて、多分なんか服につけとくつけてとかでもね、あのいろんな使い方絶対あると思うからね、その男女問わずに使えるんじゃないかなって思うんですよね。というか私やっぱそのお見合いの時のね髪飾りがすごい好きなんですよ、やっぱ。そう、ね、
こんばんは。すん、本当にミシミシ。やばいよね、マジで。聞こえてる、まあ、聞こえてはないみたいだからね、あれなんだけど。そう。今週金曜日からか、マジで実感が湧かない。こんなに実感湧かないなんてことあるもんなんかいな。毎回そうかな。あ、そう、喉の調子良くないんですよ今日。そうなの、なんでなんだろう。そうだから今日あんまりちょっと練習できなくて。ちょっとしょんもりしてる。変な使い方してるのかな、もしかして。うん、なんでなんだろう。そんなことはないと信じたい。まあでももしものこともあるからな。ありがとう、みんな。ちょっとね、加湿ができないんですよね、加湿器がないから。そうなの、だからちょっとその代わりに、あの、今日は探し歩いて見つけた喉塗るマスクをして寝るんですけど、マスクはね、してるのにやっぱ外れるんですよね。もうプンプン来ちゃう。そうなんですけど、初見さんありがとうございます。ルンマちゃんの声劇場でよく撮ってるよね。本当にありがとうございます。もう今この配信でもうみんなに届いてんのかどうかが分かんないんだけど、届いてるよね。基本的に喉塗るマスクはね、割と朝までついてるんですよ。ただそれ以外のマスクになるとね、外れちゃうの。もうそれがね、プンプンでしょうがない。どうすればいいんだろう。てかやっぱ寒いな。暖房入れよう。はい、なんかね、そうです。まあそう、葉月さんのあのジョンマ選ぶのじゃない、ショールーム見てね、癒されて。そう、なんかその私自身がなんかどういう風に思われてるのかとかほとんど聞いたことがないんです、ジャストさんの。だからね、なんかああいう風になんか言ってくださるのが嬉しくてね。そうなんです。そう、なかなか聞けない。だって私聞いたことないもん、みんなの第一印象。違う、みんなのその私の第一印象とか聞いたことがなくって。天野さんとトークはあるんだけどね。そう、全然聞いたことないから。
なんかどういう風に私思われてんだろうなってちょっとね気になるんだよね。そう、唇もねやっぱちょっと乾燥するし、それはいつものことなんだけど。でも今リップが4本あるんですよ。そんなにいらないよ使い切れるかな。あの2本があのリップスティックで、もう2本チューブなんですよ。使い切れるかな。私チューブを使い切れた試しがないのよ。そう、そういう話を楽屋トークとかでしてほしい。いやほんとそうなんですよいやそう、私もやっぱねそういうのすごい気になっちゃうタイプ。いやほんとね、リップ4本もいらない。そんなにね使い回せない。あでもなんか一応使い分けはしてるのよ。もう最優先でこのリップを使おうっていうのは決めてやってる。そう、まあでも多分また舞台になるともっといいやつとかになるんだけど。そうなの。だから今あのリップケースにリップ4本入ってるのよ。絶対使わないのよもうパンパンです本当にリップケースこれ閉まるかなみたいな感じ。じゃあそんな私のリップクリームを紹介して今日は終わろうかな。どこにあったっけ。あ、こっちだ。はやちゃんさん、ピンクのタコさん、ありがとうございます。じゃあまず1本目、これはこの最優先で使ってるこちらのウォーターリップでございます。そう、うん、ぬるそう、これをちょっと塗ってる姿がもうやばい。これはもう一番、まあとりあえず使うならこれかなみたいな感じですね。そう、普段使いできるやつで、次がこれ。これはね結構保湿されるから、これはなんか、これはねあの私がそのリップクリーム家に忘れた時に慌てて買ったやつなんですけど、めちゃめちゃ良かったんですよ。だからまあこれは多分舞台の時に使うかな、おそらく。そう、まあこちらもその舞台の時に使ってるやつで、これタマさんからいただいたんですよ。あのジョン・マイ・ラブの共演者さんの方からその初日お祝いでいただいて、これもその舞台前に塗ってから、あの色塗りますね。これもですけど、これは多分これからそうなる。そうで、最後はこれ、ロクシタンのリップバーム。これはねどのタイミングで使ってるか私にもよくわからんけど、マスクするときには使わないかな。結構あのいい匂いがするんですけど、割とその匂いがまあまあちょっとするから、おーおお、結構マスクの中に広がるとちょっとあれだから、まあご飯の後とかに塗ってるかな、これは。そう、まあまあタイミング、なんかどのタイミングで使うとかそんなに決めてないかな。でもこれは大体もう外に持っていくことはないかね、置いてる。そうっていう感じです。ちなみにリップケースはもうずっと愛用してる。これだいぶねもう 古くはなってないけど、なんかだいぶねもう色もなんか色あせてる、きてちょっとずつ色あせてきてる。でもめちゃめちゃお気に入りです。すごい柄が可愛いの。はい、ということで、じゃあ今日短いんだけどここら辺でね終わりにします。ちょっと喉を大事にしますね。ごめんねみんな、ありがとう。でもな、練習できないのが結構辛い。でも喉休めなきゃ。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにします。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位ソランさん、12位飯田ひろゆきさん、11位キャパさん、10位ももさん、9位モノサルさん、8位クロールシルフルさん、7位すずさん、6位 TKHKG さん、5位ロミツさん、4位カラスのカーコさん、3位夏目さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。
はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。